矢野明弘監督の後を引き継ぎ、15年ぶりに阪神の監督に復帰した岡田彰布監督。復帰1年目の今シーズンは驚異的な強さを見せつけ、阪神を18年ぶりの優勝へチームを導きました。岡田監督が就任して強さが目立つ阪神。実際のところ、岡田監督と矢野監督の違いはどんなところだったのでしょうか。今回は岡田阪神と矢野阪神の采配の違いをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介する違いの他に、あなたが思う違いがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。キャプテン制度の廃止。まずご紹介する岡田監督と矢野監督の大きな違いが、キャプテン制度に対する考え方。前任の矢野監督は2018年にキャプテン制度について、次のやつが逆に自覚を持つようなポジションで野球をやれば、普通ではない勉強で成長できる部分もある、と若手にキャプテンを任せる方針であることを明らかにしました。矢野監督はその宣言通り、監督就任1年目の2019年に、26歳の糸原健人をキャプテンに起用します。入団3年以内の選手のキャプテン就任は球団史上最速で、満27歳で迎えるシーズンでの就任は球団史上最年少タイとなりました。その後も矢野監督はキャプテン制度を続けます。2021年は苦しい時にキャプテンというところが重荷になることもあるけど、逆にそれがあるから雄介自身も成長できると思うと話し、未来の虎の主砲候補の大山雄介をキャプテンに起用するなど、キャプテンの重要性を主張したのです。しかし一方の岡田監督は就任前のインタビューで、キャプテンなんか置いたことないからわからへん、本当選手会長とキャプテンってどう違うのよ、わからへん、そんなん全然眼中にないわ、キャプテンいるかとキャプテン制度そのものを否定したのです。続けて、俺らの時は選手会長がな、そういうのでグラウンドでも率先してな、そういう形でやっていたけど、とキャプテンを置くことへの疑問を明らかにします。またシーズン開幕前には、キャプテンなんか作らんよ、その形ができるまでは俺が引っ張るよと自信を覗かせた岡田監督。結果、自身の方針通りキャプテン制度そのものを廃止し、シーズンを始動させたのでした。春季キャンプで激怒。岡田監督は就任1年目の春季キャンプから矢野監督との違いを見せつけました。春季キャンプ中の2月5日、約40分間ドームのすべてのシャッターを閉め、非公開でサインプレーの確認が行われた阪神。今シーズン用の審査員を使って投手、内野手の牽制やシフトなどのサインプレーの練習をしましたが、呼吸が合わずミスが続出したのです。すると岡田監督は、隠す必要ないよな、今日の内容やったらな、と激怒したのです。さらに岡田監督は、この日までにサブグラウンドなどで牽制の練習などを済ませているという認識でしたが、実際は今日がキャンプで初めてと判明。もっと合わせてから非公開にせなあかん、と嘆いたのです。前任の矢野監督自体は、とにかく明るいチーム作りを心がけており、ミスを恐れず若手選手ものびのびプレーするスタイルを貫いていました。しかし、岡田監督は就任直後の春季キャンプで、選手がミスを連発した際、雰囲気や周りを気にすることなく激怒しており、早い段階でチームの方針を決めていたことで、矢野監督時代からチームの雰囲気が変わったと言われています。ポジションを固定。矢野監督と岡田監督は選手の起用方法でも大きな違いがありました。まず岡田監督は18年ぶりのリーグ制覇のために、佐藤輝明を三塁、大山雄介を一塁に固定してクリーンアップを任せた上で、全試合で変えないしダイソーも送らないと宣言したのです。さっき矢野監督は、追う立場の選手はよし俺にもチャンスがあるって思うでしょうし、追われる側の選手もなんでやねんって反骨心がぐぐっと盛り上がってくるかもしれない、その方がチームを活性化できるんじゃないか、僕はそう思ってましたと、他の選手のモチベーション維持と競争力を高めるためポジションを固定しないことを決めます。実際に佐藤は二塁三塁外野の3つ、
大山は一塁、三塁、外野の3つという複数のポジションを守っており、試合中に変わることも珍しくありませんでした。しかし、岡田監督は不動のポジションを守る選手こそがチームを引っ張る中心の存在になるべきという考えで、佐藤と大山の固定を決めました。過去には前監督の野球を継承する新監督も多くいましたが、これらのことから岡田監督は真逆だと言え、矢野監督のスタイルを引き継がないだけでなく、考えが正反対であることがわかりますね。中野拓夢を2番セカンドにした。 WBC の日本代表でも活躍した中野拓夢の起用法も2人の違いの一つ。岡田監督の優勝構想の一つとして、ショートの中野をセカンドにコンバートしたことに驚いた方も多いのではないでしょうか。矢野監督時代の2022年、中野はショートのポジションに固定され、6月後半からほとんどの試合に1番ショートとして出場し、クライマックスシリーズでも全て1番打者での出場だったのです。このように中野はポジションの変更が多かった矢野監督のスタイルでは珍しく固定されていた選手でした。ところが岡田監督は中野はショートとしては肩が弱いとしてセカンドへコンバートさせたのです。中野は前年にショートでベストナインを獲得。WBC でもショートとして選出され、コンバートの練習に時間が取れないなど不安要素もあっただけに、岡田監督には批判の声が向けられる事態になります。しかし、阪神球団 OB は、以前は近本も早打ちで四球が少なかったが、彼の打撃の進歩が相手の警戒心を高めたことで、ボールをよく見極めて打つようになった。岡田監督はそこに着目したわけで、これなら1番を任せられると確信したとコンバートを絶賛したのです。結果、中野をコンバートしたことで二遊間の強化に成功。近本を1番、中野を2番にすることにより近本にとってもプラスに働き、阪神の野球が出来上がっていきました。四球はヒットと同じ査定にした。今シーズン、岡田監督は四球とヒットを同じ査定にしました。そして、今シーズンの阪神は四球の数が格段に増加しています。プロ野球選手の年俸は、1試合ごとのプレーすべてをポイント化して査定され、その合計の査定ポイント数をもとに、来季の年俸が決まるシステムを採用しています。査定は当然、単打よりも二塁打、三塁打、ホームランの方が高く、タイムリーヒットには打点のポイントが加算されることになり、四球にも基本のポイント数値が設定されています。2004年から2008年までの岡田第一次政権時代から、四球はヒット1本と同じと言い続けるなど、四球の価値を高く見ていた岡田監督。今季の開幕前に球団に掛け合い、フロントの了承を取り付け、四球とヒットの査定を同じにしたのです。その価値観を基準として同項目の査定ポイントが見直され、前年比より 0.2 ポイントの上積みが実現しました。するとセリーグの四球数上位に多くランクインするようになった阪神の選手たち。2023年のチーム成績での四球は494という数字で、さっきの358から136個も四球数を増やすことに成功しています。さらに試合終盤の7回以降に選んだ四球が得点につながれば、様々な結果に応じてポイントアップの対象になるなど、独自の査定基準で選手のモチベーション維持に貢献した岡田監督。今季のセリーグは各チームの四球数が各チームの総得点順位に直結しました。たとえ人参作戦であっても、岡田監督の掛け合いで選手のモチベーションが上がったことは間違いありませんね。以上、阪神岡田監督と矢野監督の違いについてご紹介していきました。2023年通算3度目の監督就任となり、監督としての経験が矢野監督より豊富な岡田監督。これまでの監督経験の豊富さから、柔軟な発想が生まれ、勝利へつながったのかもしれませんね。しかし、プレーするのは選手自身。選手たちにマッチした采配が求められることがわかります。これからも岡田阪神の戦い方に注目したいですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。